にはピンレディの皆さんがお揃いです。ここでご紹介申し上げます。ピンレディは2006年に5人で結成されたピンクレディトリビュートバンドです。ピンクレディはミーとケイの2人組ですが、メインボーカルのセンさんが一人でピンクレディを踊り歌い上げるので、ピンレディという名前がついたそうです。ピンクレディのヒット曲はもとより昭和の時代をきらびやかに彩る歌謡曲をレパートリーに、年齢性別問わず皆さんが楽しめるステージを届けてくださいます。ぜひお楽しみください。それでは参りましょう。ピンレディの皆さんです。はい、どうもピンレディです。小田川みなと祭り、今日楽しくやりましょう。レッツゴWhat the-
にするような夜についつい溺れ、そんな気になるけれど考えなさい。まぶたを閉じたら負けよ、背伸びをしたら何もかもおしまいよ。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんと愛知県の豊橋市からやってまいりました。ね、愛知県の中で一番女川町に近い市なんですよ。そうなんですよ。一番東側にありますから、はいはい、ね、そんなバンドですけどもね、もう16年ね、ピンクレディの曲とか、はい、昭和歌謡とかやってます。さあ、それでは簡単にメンバーを紹介していきます。まず今日はなんか恥ずかしい格好してますね。ベース陽一です。よろしくどうぞ。はい、そしてドラムが吉村トキ。さあ、その奥様のキーボードカズミ。よろしくお願いします。そしてボーカルは我らがセンちゃん。センです。センちゃんって呼んでください。センちゃんです。よろしくお願いします。はい、そして司会と、はい、ギターと、そして私の上のパートのコーラス、トモです。トモです。よろしくお願いいたします。はい、それではね、続きましてピンクレディのナンバーいきたいと思います。次はですね、もう私ピンクのといえばもうこういう感じでございますね。それでは行ってみたいと思います。私ピンクのサウスポI'm not afraid to die.
ます。あ、もちろんあなたに決まってます。バラだから口にして踊っている。イメージがあるというのです。花々無邪気なカルメンです。あ、順調すぎると言われてます。そのうち火のような女になって
ございます。暑くて困りますね。ね、なんでしょうね。暑くてしゃがしゃさまるさまるでしたっけ。さまるなでしたっけ。まあ我々のね、愛知県ではね、暑くてかなわんのんって言うんですけど、かなわんのんとかの、暑くてかなわんのん、そうですね、かまらんのんとかね、のんがつくんですね。そうですね。ね、昨日ね聞きましたよ。しゃまるか。しゃまる。しゃまる。ね、しゃがる。しゃまる。しゃがる。でしたっけ。ね、あずくてしゃがるって。しゃまるですね。また覚えてね、帰りたいと思いますけど、はい。はい。またね、お長の言葉があったらまた、ね、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。さあ、ピンクレディのね曲もやりますけども、我々ピンレディはですね、昭和歌謡もやるんですね。で今日はですね、昭和歌謡のこのピンクレディ70年代ですけど、80年代からアイドル時代が始まるんですけども、はい、そのアイドルの代表といえばもうこの方というのをやってみたいと思います。これはですね、松田聖子さんの、ね、曲ですね。メドレーをちょっとやってみたいなと思います。でうちのボーカルね、せんちゃんなんだで、はい、今日は松田聖子でございますので、はい、松田聖子が、松田聖子を応援してください、はい、それでは行ってみたいと思います、ね。私たち の、 16年経った、うん、はい、そうですね、はい、あ、そうだ、もう実はね、我々ピンレディも16年がもう、はい、今年経ちましてですね、はい、16年もやっておりますと、はい、なかなか体型変わってまいります。体型が、私です、私、あなたです、あなたですよ。ちょっと、ね、だいぶちょっと栄養が行き届いた感じはしてますよ。そんなこと言わないで、やっっていうおい、お前ら、ね、まあ、そんなことね、まあ、そんなことでございます、はい、それを含めた上で松田聖子メドレー、松田聖子メドレー、心を込めて歌います。はい。
Thank you.
ありがとうございます。松田聖子さんの、ね、メデルを聴きいただきました。本当に素晴らしい曲ばっかりですね、はい。あの曲がなかったんじゃないか、この曲がなかったんじゃないかとね、ありますけども、ぜひまた豊橋の方に愛知県に来ていただくとまた聴くことがあそうですか。あとね、でもね、 YouTube はね、はい、ピンレディ検索していただきますと、はい、ほとんどピンクレディの本家の画像が出てますけども、中に混ざってますのでぜひ探してみてください。豊橋のバンドピンレディとやっていただけるとピンレディが出てきますので、よかったら見てください。はい、よろしくお願いします、はい、はい、どうもありがとうございます。それではですね、まだピンクレディにヒットナンバーありますよ。はい、モンスターですね。モンスターですね。これはモンスター、こういう振りがありますんで ね、モンスターっていう振りがありますんで ね、キツネに親指を足す感じですね。はい、ぜひやってみてくださいね。ぜひやってみてくださいよ。恥ずかしがらずにやってくださいよ。はい、はいはい、それでは行きたいと思います。モンスター
私ね、実はね、その前のね、キャンディーズ好きだったんですよ。あ、世代ですかね。もう世代ですね。もうキャンディーズって上ですね。はい、スーちゃん、ナンちゃん、ミキちゃん、シズちゃん、シズちゃん、ヤマちゃん。ヤマちゃん。え、5人もいたっけ？5人いない。あ、何回キャンディーズ？あ、何回キャンディーズ出しちゃった？出しちゃった。3人ですね。もうスーちゃん大好きでしたね。スーちゃん大好きだったんですね。はい、もうそんなことでね。僕はシズちゃんが好きです。シズちゃん、シズちゃんは何回の方ですよ。あ、そうですか。私、ランちゃんが好きでした。あ、そうですか。ね、まあそんなことでね、キャンディーズもね、やるんですよ、ピンレディね、はい、じゃあ今日はね、ちょっとやってみたいと思います。そうですね、じゃあキャンディーズですんで、ピンデーズにこれから今ちょっとなりますね。はい、そうですね、よろしくお願いします。それではキャンディーズメダルレッツゴー。母を受けてるみたいな。
昭和歌謡大好きです。さあ、それではね、ピンクレディの曲に戻りたいと思いますよ。そうですね、もうピンクレディの代表曲ですね。もうピンクレディと言ったらこれという曲、はい、分かります。レコード大賞取りましたよ。そうですね、この辺に飛んできませんかね。あ、 UFO ですね、はい、はい、ではね、皆さん UFO の振りご存知ですかね。分かりますか。 UFO、ね、UFO ですよ。これね、丘の上からね、 UFO が出てくるところを振り付け師の方がね、作ったそうです。こうパーじゃなくてですね、4なんですね。あ、4なのね、はい、ね、あの、じゃあ皆さんやるとき UFO ってやってくださいね。ちょっとね、恥ずかしいなっていう方はですね、自分の前のお客さんの頭からこう出してあげて、はい、ね、大丈夫ですよ。問題ございませんので、ちゃんとこっちから見えてます、ね、見えてますのでね、はい、はい、それでは大ヒットナンバー UFO。 もしかしたら、もしかしたら、そう
もあなたは普通のあなた。ああ突然オレンジ色の、ああ光と私を包み、
ました。ピンレディでした。社長長ありがとうございます。社長長ありがとうございます。小田川長ありがとうございます。最高です。ありがとうございます。盛り上げていただきましたピンレディ、そして長長ありがとうございました。最高です。ありがとうございました。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。